いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら、はい、ね、アパートの角っこ、ここね、雪をためるスペースに、ね、ここ満載に雪があったんですけれどもね、今少しずつ雪をタイヤショベル、こちらね、ホイールローダー、日立建機さんの ZW40 に乗って、はい、少しずつね、運んでます。はいね、何リューベイとかっていうね、計算あるんでしょうけど、ちょっとよく分かりません。1リューベイぐらいはあるんでしょうかね。はい、でこんな感じでね、はい、よいしょ、こんな感じで山にしていきます。はい、よいしょ、はいね、左右確認、ここね、カーブミラーあったんですけども、ちょっと壊れちゃってるんでね、慎重に行きます。はい、ね、除雪もほぼ終了ということで、雪をね、まず、まあ、道路に降った雪をかき集めて、それでね、まあ、この角っこにね、山にしちゃうんですけども、はい、よいしょ、ね、ここに、はい、雪をね、溜めるためにこのね、コンクリートのこの、はい、壁をね、作ったというね、感じです。普通ならね、ブロックとか、まあ別に物置でいいんですよね。雪を運んで、でね、まあ運ぶというか、いや、集めて、そしてここでこんな感じでね、どうでしょう、普通のブロック塀とかね、はい、物置の背中だったらこんなこと絶対できません。よいしょ、よいしょ、ね、こんな感じで、ね、いくらコンクリート、ね、ぶつけても壊れることはありませんのでね、はい、あと1回ぐらいで終わりでしょうかね。はい、よいしょ、こんな感じで、何回運んだんでしょうかね。はい、ね、こんな感じで平らに山にします。こちらの場合は、よし、はい、最後になるかと思いますけれども、あとね、これバケットにやっぱり雪がね、へばりつくんで、それなりにこうね、転いながら、はい、よし、ね、このコンクリートの壁にね、ちょっとぶつけても、まあ逆にね、こっちのショベルのバケットが傷ついて痛ましい感じになってしまいますんでね、はい、よし、これぐらいで、まあこれでね、全部がちょっと、はい、入るか分かりませんが、よし、はい、ってな感じで、で、あとはね、踏みつぶしていきましょう。はい、こんな感じで雪運搬してます。以上、ご視聴ありがとうございました。